こんにちは、ゴッドコーダンです。にゃんこ大戦争がリリースされて12周年が経ったということで、にゃんこ大戦争に新しいイベントが追加されました。そのイベントというのがこちら、大大盤振る舞いうんぬんかんぬん12周年、天下統一の道、この2つのイベントが追加されたそうなので、今回はそれぞれのイベントを遊んでいきたいと思います。まず1つ目、右上にあるこのにゃんこスロット2というもの。このにゃんこスロットってやつは、にゃんこ大戦争が1周年2周年と周年記念を繰り返すたんびに毎回毎回行われていたものなんだけれども、今回はにゃんこスロット2ということで、従来のものとは若干ビジュアルが異なっております。マジで初見でやってみようと思っている。それではやろうか。タップして合わせる。はっ、あーなるほど、スロットみたいなやつじゃないんだ。前回はスロットだったのに。そして横3連が集まったことによって、なんか1012猫感。あ、マジ大盤振る舞いじゃん。確か前回が11周年の時は1111猫感とかもらえた気がするんだけど、ありがたい、もらっとこう。ありがとうございます。マジでいいよな。だって1000円つったら3000円相当ぐらいでしょ。知らんけど。それではもう一回、こっからはもうランダムで内容が変わってくる。1回目のは確定で1012猫感もらえるからね。これで数が合えば最高。来い。何があったらいいのかわからんが、あ、化け物ができちゃった。上半身おデブで、下半身が足4つあって、頭がリンゴになっている。ちょうど猫リンゴの部分とお相撲さんの顔がフィットしててきしょいな。猫缶を120個ゲット。これって多いのかな。1130ね、に、おー、結構いいじゃん。7周年記念の時にこの猫スロットってやつが初めて追加されたんです。その時は777猫缶が確定でもらえるって書いてたんだけど、随分と猫缶大盤振る舞いだね。1000個以上だなんて。ありがたいわ。にゃんこスロットやったことによって4257猫缶ももらっちゃいました。にゃんこ大戦争の会社さん、ポノスさん、あなたはどれだけプレイヤーさんを喜ばせようとするんですか。そんなもう、最高じゃん。まるで座ってるだけで勝手に料理が運ばれてくるような気分ですよ。それでは戦闘開始。今回新しいステージが追加されたそうです。天下統一の道、前編。このステージなんですね。全部で10ステージあるそうですが、しかもこれ連続でクリアできそうだ。いつもみたいに教習ステージみたいに一度にプレイできる回数が制限されてる感じじゃなさそう。最近のステージにしては珍しいね。それではやってこっかな。難易度自体はそんな高くなさそう。軍資金を集め、戦力を上げ天下統一を目指せとのことです。とりあえずやってみるか。編成は速攻編成でいきましょう。おそらくは、音楽は違う。戦争じゃん。日本の戦争じゃん。しかもこれ、再生産が、再生産ゼロの状態から始まるんだね。で、もともとコストは4500円。こっから増えることはないのか。限られたお金の中、どうにかやりくりして、このステージを攻略しろってノリですね。なるほど。面白いじゃないですか。ということで、普通にクリアしました。次、阿蘇火山国。昔の日本の名前なのかな。まあ、統率力20だから、普通に日本編のやつと同じですよね。で、最初は、もちろんこの再生産がクソ遅い状態です。普通さ、猫エクスプレスや猫カンカンってこんな遅くないはずなんだよね。ってことは多分再生産時間もいじられてますよ。ちょっと、何が出てくるのかも分かってない状態でさ、パパってクリアしちゃうからさ、このステージ全然楽しめないよ。明太国。おにぎりの具ですよね。僕、外出するたんびに毎回ね、ローソンのおにぎり買っちゃうんだよね。あれ、美味しいんだけど高くてさ、どうなのかねって毎回思いながら食べるんだけど、やっぱやめられないんだよね、ルーティンになっちゃったら。ということで、明太国も普通にクリアです。僕が使う大凶乱の猫ライオンさんは、本当に、便利ですね。軍資金っていうアイテムがさっきからドロップしてんだけど、この軍資金って、なるほど。攻略するたんびに使える最大金額が増えていくのか。4620円じゃん、今。これ覚えておいて。このステージを攻略することによって、この4620円がいくらに増えるのかを覚えておこう。多分だけど、攻略するたんびにこの使える最大の金額が増えていくと僕は予想します。さっき4620円な。軍資金が80円増えました。ってことは次のステージでは4700円になっているはずです。確かめてみましょう。どうですか？ほい！合ってました。4700円。
このステージクリアするごとに自分が使える最大の金額が増えていくってことです。お小遣い制ってことですね。で、出てきたのはやっぱ無属性の倍率もそんな高くない、いわっちい敵ですね。本当に可愛らしい。日本編の序盤中盤あたりを攻略してる人だ。おなじみの敵キャラクター。軍資金が一気に100個増えましたね。ってことは次は4800円ですか？今のところで西日本を順番に攻略しているみたいですけれども、まだこのステージ前編って書いてたでしょ？だから多分イベント後半にこのステージの後半が出てくるんですよね。後半になったら結構難しいステージになっていきそうです。なんかブンブン先生とか出てきそうじゃない？もしくは一気に飛んでさ、超賢者とか出てきそう。それやだね。軍資金が120円も飛ばすね。さっきまで60円とか80円とかしかくれなかったのに、僕が成長するに伴ってお小遣いが増えていく感じ。もうあなたもそろそろ18歳だから、お小遣い100円だともうお友達と遊べないでしょ。だから今月は1000円あげちゃうみたいな、そんな感じですか？理解してる親ですか？まあうちはお小遣い制ではなかったんで、1ヶ月に決まったお金はもらえるみたいな、そんなありがたい制度なかったですよ。じゃあどうやってお金を自分のものにしていたかって、まあ貯金とそれからお手伝いですね。お手伝いすることによって50円から100円もらえたので、そうすることによってお小遣いを増やしてました。もしくはお年玉です。港国、なんかこれあれだね、やっててもこうプレイ時間2000時間のゴッドコーターからすると、まあ、言うて難しいステージではないよな。最低でも新レジェンドストーリーあたりの難易度は欲しいところ。このステージって多分日本編攻略中の人とか、世界未来編を攻略中の人向けのステージなんでしょうけど。5060円も使える状態でしたね。今見たところ。今160円もらったぞ。これさ、合計で10ステージあったらよな。多分これで最後あたりじゃない？食堂落獄。なんか面白そうな名前。で、音楽聞いてみよっか。これ、ニャンコ大戦争のさ、音楽が戦国風にアレンジされてるよ。かっこいいね。こういうさ、音楽をアレンジしたり、リミックスしたり、作ったりできる人って、すごいなって思うんだよな。絵が描ける人、音楽作れる人、本が描ける人、あと演技できる人、声優できる人、英語翻訳できる人、その他僕ができないことを平然とやってのける人は、僕にとってめちゃめちゃ尊敬に値する人間なんだよな。マジで尊敬する。でも運動は僕は興味ないから、別に尊敬とかそういうのはないかもしれないな。僕できないけどね。ってことで大古国です。かっこいい名前だな、大古国って。なんか家業が2つぐらいついてた。大古国、何お前、かっこよ、かっこよ、はっ、ここが多分ラスボスだ。日本編一章のラスボスのカオルくんの戦国バージョンですか？しかも大凶乱の猫ライオン過去レベル50が一撃でノックバックされました。なんて強いんだ。一撃でノックバックされるなんて聞いたことがない。あーすごい。なんだね、エクスプレスの攻撃を耐えた？しかも2回ノックバックしたのにもかかわらずまだ、お、意外と硬いなこいつ。ちゃんと硬かった。びっくりした。普通に5回ぐらい耐えたぞ、ノックバック。そして、軍資金200円と、リアチティ1枚、猫缶30個ありがとうございます。軍資金の部分が猫缶だったら最高なんだけど、おーおー、レアチティ1枚ありがとう。何？天下統一の道のミッションを6個クリアすることによってプラチナチケットがもらえるそうですよ。1から4までクリアすることによって新しいキャラクターももらえるそうですね。と言っても、まだそれらのキャラ、ステージは出ていないようなので、今後このイベントが進んでいくにつれ、追加されるステージを攻略することによって素敵なアイテムがもらえるってことなんでしょう。それでは今攻略できるミッションを攻略してみましょうか。12周年記念イベント、魂の底からの帰化ステージ6を生産額1000円以上のキャラクター立てで1回クリアしてみよう。あ、楽勝ですよ。このイベントの限定ミッションです。新レジェンドストーリーにいるボスさんをお金1000円以上のキャラクターを使って攻略するといった内容ですね。なるほど。1000以上か。オッケー、わかった。任せろ。原始に宿る魂。古代種に強めのキャラクターをたくさん出しておきましょう。全部古代種に強いですが、コストは1000円以上なので、限定ミッションのクリア条件には当てはまっているはずです。
ついでに赤い敵と黒い敵も雑魚として出てくるので、そいつらに強めの1000以上のお金のキャラクターも出しておくか。こいつ入れておけばいいでしょ。暗黒城、こいつ本能解放して赤い敵と黒い敵に対して滅法強く波動も出すことができるので、雑魚キャラを全員倒すのには十分です。それではこのステージやっていこっか。これを攻略することによって限定のミッションを攻略し、そんでもって伝説のキャッツアイを入手することができます。伝説のキャッツアイっていうのは、普通のキャッツアイはさ、リアキャラにしか使えないとか EX キャラクターにしか使えないとかって制限があるんだけど、伝説のキャッツアイってのはレアリティに制限がありません。レアだろうが超デジアだろうが伝説レアだろうが、みんなレベル50まで上限をアップすることができる、そんなキャッツアイなんです。なので初心者から上級者までみんなが欲しがるスーパーなアイテムってわけですね。でだ、あ、いいね、こいつら意外とそんなに倍率高くなさそうですね。じゃ、このまま倒しておきましょうか。たくさんね、こいつらがこのまま居座ってもらっても、さすがにお城は壊れてしまうので。でもって、ネコルーザー出して、一応出してるキャラクター自体は古代種に強いですが、赤色と黒い敵に強いキャラクター、この暗黒城ぐらいしかいないんですよ。ただ、古代種に強いってことは、まあもちろん基礎ステータスも高いわけ。だって古代種自体ステータスが高いキャラばっかだからね。ということで、なんとかなるんですよ。古代種以外のキャラクターに対して古代種のキャラクターを出したとしてもね。ということで行きましょうか。ちなみに今戦ってるこの古代種のボスさんは、新レジェンドストーリーに最初に出てくるボスです。こいつを倒すことによって、ドグマルという EX 大型キャラクターを入手することができます。無属性と古代の敵に打たれ強いというなかなか優秀な効果を持っているキャラクターです。あれ？このステージってこんなに楽だっけ？え？僕の記憶の中だったらもっと難しかった気がする。なんか10回ぐらい再チャレンジしたはず。あ、時代だな、これも。だって、攻略時は古代種に対応したキャラとか手で数える程度しかいなかったのに、今りゃもう結構な数いるぜ。はあ、これが時代の流れってやつですか。これがインフレってやつですか。まあいいね。なんか、かつて苦戦したステージをさ、楽々攻略できるっていうのは、なんだか自分が成長したような気分がして、いい気分がしますね。特にね、この僕が普通に使ってるさ、猫神面ウリルとか、あと奥にいる大型の猿みたいなやつ、ネコルーザーとかさ、あとこのギガパルド、それからイディ、こいつら全員こうやって使えるようになるまで相当な苦労しましたからね。黒の結晶と言っても過言ではありません。ということで、最高！ミッション攻略！いいね！12周年記念、伝説のキャッツアイを3つゲットすることができました。ありがとうございます。はぁ、なんかあれだね。物足りないね。この程度か。まあ、まだ、イベントが始まって最初らへんだからね。仕方がないよね。ちなみに言うと、ランキングの嘘、ランキングの間がないんだ。ということで、今回はここまでってことになりますね。いやー、12周年イベント、初心者にとっては結構美味しいイベントです。なぜなら、日本編を全クリしていれば無条件でプラチナチケットがもらえるっていうミッションがあるからです。僕は我慢できずプラチナチケットを引いちゃいましたけれども、実はもらえたんですよ。日本編一生クリアしている人であればね。なので、12周年記念、ニャンコ大戦争を始めるなら今です。無料で猫缶がもらえる機会なんて1年に2回程度しかありませんから。では最後に今開催中の極猫祭にてレアチケット2枚引いて終わりにいたしたいと思います。一応出したいキャラクターといたしましては、この左側にある自明の王フォノーってやつくと、キャスリーってキャラと、ダークダルターニャっていうちっこいこのショタみたいなやつと、それからこの極猫祭の伝説レア、イザナミというキャラクターが欲しいところ。頼むね。一応動画になってるわけだから、いい感じのキャラクターが出たっておかしくない。猫ジャンパーはありがたい。こいつはね、猫道場で使えるんで。それでは、行きましょう。チャンネル登録と高評価よろしく。バイバイ。みんな、愛してるよ。外した。